ライマン・カリアーはアメリカ合衆国コロラド州ボルダー出身のフリースキーヤー。種目はハーフパイプスロープスタイル。使用しているスキー板のブランドは K2。1996年生後18ヶ月でスキーを始める。父親は1972年札幌オリンピックにアルペンスキーのアメリカ代表として出場したデイビッド・カリアー。3歳の時から スキースクールで練習するようになる。2012年に US フリースキーリングルーキーチームに加入する。趣味はバスケットボール音楽鑑賞。2013年3月の FIS 主催ワールドカップスペイン大会で初の表彰台となる1位になる。2013年12月に地元コロラド州ブリッケンリーチで開催したデューツアーではハーフパイプ種目で3位。 1>, 1位はアメリカのデイビッド・ワイズ。2位はアメリカのアーロン・ブランク。2014年1月にアメリカのユタ州で開催された US グランプリパークシティ2ではハーフパイプで1位に輝く。この大会は AFP 大会で最もハイレベルなプラチナムイベントであり、この大会でのゴールドメダルはライマンが大会で残した最高の成績である。2014年2月に ロシアのソチで開催されたソチオリンピックではハーフパイプ種目で28位。2015年3月の AFP ワールドツアーファイナルズではアメリカ出身のトリンイエーターウォレスに次ぐにありがとうございます。